はい、どうもー、毎日ポジブ154回目でございます。よろしくお願いします。さあ、本日のコメントはゼロでございました。コメントもらえるように頑張ります。ということで今日はですね、3日か4日前ぐらいにですね、僕にちょっと相談を持ちかけてくれた若めの方がいらっしゃいまして、その話をしたいなと思うんですけども、もうその方はですね、新卒で、まだ入って1年も経たないぐらいの方だったんですね。でその方がもう本当によくまあ失敗をしてしまって、すごくその度にですね、上司に怒られてすごくへこんでますという話をしてくれました。うん、失敗ね、新人失敗してそれは当たり前だろうと僕は思いますね。だって失敗しようと思って失敗してるわけじゃないですから、失敗しないようにして、だけどいろいろやって失敗しちゃうわけですよね。だとするならばそれはもういいでしょう。だって失敗しようと思ってやってるわけじゃない、失敗しようとしてやってるんだったら違うけど、失敗しようとしてやってるわけじゃない、頑張ろうと思ってやってそれで失敗してしまうんであれば、もしかしたらその新人の研修とか教えるものがもしかしたら間違ってる可能性だったらしい、いっぱい失敗して、いっぱいじゃあ新しい新卒が入ってきてこういうことで失敗してしまうんであれば、もっと次から研修とかでもっとこういうところを強化して教えようとか、自分の失敗が未来の新しい新卒の子たちが入ってくる人たちが もっとよりいい環境で学べる状況を研修とか受け入れられる環境になるんじゃないかなと思うので、どん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 失敗、もちろん失敗をしに行くのはダメですよ。失敗しないようにして、でも頑張って、やってそれが失敗であれば全然 OK だと。むしろそれを失敗を恐れて、自分がやろうとしていることチャレンジをしない方が間違いなく会社にとってもマイナスだし自分にとってもマイナスです。なので会社は新卒の子なんて、それで会社の利益が出るなんて全く思ってないですか。投資ですよ、最初は。まずは新卒の子たちに最初ちゃんとマインドの部分から教えて、一つずつのテクニックを教えて、やり方を教えて、新卒の2年目3年目ぐらいから少しずつ結果出してくれて、4年目5年目6年目そしたら大きな力となって、これからの会社を担う人材になっていくための必要な最初の卵の時点のものが新卒だと思うんですよ。中途はまた違うんですよ。新卒はですよ、新卒は本当に一から卵から孵化させてゆっくり教えながらちゃんとこの会社の中でこれからもうもっともっと素晴らしいですねポジションに、会社にとって必要な人材になるための必要なもの、必要な人材なので、まずは自分がもちろん失敗しようとしないで、失敗しないようにしながらもチャレンジを挑戦をしていって、その中の失敗は全然 OK、 大丈夫です。もちろん失敗した後重要なのは反省すること、失敗をしてはいそれで終わりではダメなんですよ。失敗したらちゃんとなんで失敗してしまったんだろう、じゃあ今度失敗しないようにするにはどういうふうにしようというのはもちろん考えなくちゃいけないのは大前提の上で、でもチャレンジはしていってください。若い子たち絶対した方がいいし、もちろんね、じゃあ中途の人たちがチャレンジしちゃダメではないですよ。中途の人もチャレンジはしていいんですけども、それは今までのいろんな経験のもとにチャレンジをするので新人の子よりも失敗は少ないのは当然なんですよ。それはそうですよ、社会に出て間もなくてまだ何も分かんないんですけど、右も左も分かんない状態から失敗はするんです。でも失敗をしようと思ってやってはダメ、失敗をしないように、だけどチャレンジをする、で失敗をしてしまったらそれを反省してちゃんとそれを次ならないようにちゃんと自分で考えて行動していく、そうすれば絶対に、もっともっとですねその会社にとって必要な人材にもなれるし、自分自身が成長できると、そうやってどんどんの人は成長していくと思います。僕もですね失敗をしないようにもちろんするんですけども、でもチャレンジをやめずにですね失敗しちゃうこともあるんですけども、それでも笑顔に元気に毎日ですねこのポジブの動画も投稿していきたいと思います。ということで本日も毎日ポジブ154回目ありがとうございました。